10日間戦争、または、スロベニア独立戦争は、1991年、スロベニアの独立宣言を受けて、ユーゴスラビア連邦軍が、スロベニアに侵攻して展開された戦闘である。この戦闘自体は、1991年6月27日から10日間程度で終結したが、この戦争が泥沼化するユーゴスラビア紛争の行使になった。スロベニア自体は、 独立反対派の急戦法であったセルビアと直接国境を接しておらず、スロベニアとセルビアの間にあったクロアチアも同時に独立を宣言したため、セルビアの戦闘継続能力が削がれたことと、スロベニア国内にセルビア側に加担する動きが解無だったことが、この戦争の短期間での終結につながった。スロベニアに侵攻した連邦軍の司令官はスロベニア人だった。 当時のスロベニアの特徴としてユーゴスラビア、構成国の中では最も高い経済水準、そして民族の均一度の高さがあった。また1980年代以降ユーゴスラビア全土に広まったナショナリズムの傾向も背後にあった。スロベニアは現在でも経済水準の高い国である。ユーゴスラビアから独立した当時、ユーゴスラビアの総人口の10%を少し切る。 程度の人口しかなかったスロベニアであるが、共和国別で見た雇用、所得、輸出の数値は、ユーゴスラビアの中で最も高く、最も経済水準の低いマケドニア共和国と、スロベニアの間の国内の経済格差は8倍程度、あったと言われている。またスロベニアは2004年5月1日に、旧ユーゴスラビア構成国の先人を切って、ヨーロッパ連合に加盟したが、 この時一緒に加盟した東欧7カ国とマルタ、キプロスと比べても国民1人当たりの国内総生産はこれらの国の中でトップであった。また EU 加盟時点での1人当たりの国内総生産で比べた場合、スペイン、キプロス、ギリシャに順次、すでにポルトガルと同等であった。これは旧東欧諸国の中でも目を見張る経済成長の速さで、 ユーゴスラビアから独立した時からこの経済成長の土壌が整っていたことを表している。このことからもスロベニアの経済水準の高さを伺い知ることができるであろう。このように経済水準が高かった背景には地理的にオーストリア、イタリアに接しており、ユーゴスラビアの中でも最も西ヨーロッパに近く、当時から西側との経済交流が盛んであったこと。 金弁を尊ぶ文化が醸成されていたこと。この二つが挙げられる。特に金弁を尊ぶ文化については、スロベニアは、オーストリア・ハンガリー帝国内では、ハンガリー王国領ではなく、オーストリア帝国領に属しており、当時から金弁を尊ぶドイツの文化等が、オーストリアから流れ込んできていたことが挙げられる。スロベニア語は、当時からあったが、地域によってはドイツ語を話す。 スロベニア人の方が多かった地域もある。これらの地域の中には第一次世界大戦後住民投票によってオーストリア領に編入された地域もある。スロベニア人は今でもドイツ語とのバイリンガルが極めて多い。彼らがドイツ語を理解することもスロベニアの経済成長の一助となっている。つまりスロベニアはユーゴスラビアにおいては政治の中心はベオグラードにあって セルビア人が主導しているが、経済はスロベニアが牽引している。スロベニア一国だけだと、もっと経済水準を上げられるのに、セルビアやマケドニアが足を引っ張っている。彼らと一緒の国の中にあるよりも、独立して、西側と経済的な結びつきを深めた方が得だと考えたのである。スロベニアはユーゴスラビア構成国の中でも、最も民族の均一性が高い国であった。 スロベニアにおけるスロベニア人の割合は90%以上であると見られている。これはクロアチアにおけるクロアチア人の割合が75%程度、セルビアにおけるセルビア人の割合が65%程度だったことを考えると極めて高い水準であったと言える。またセルビアは次々とユーゴスラビアから独立を宣言する国に対して、 その国のセルビア人保護を名目に介入していったが、スロベニアにはセルビア人が3%程度しかいなかった。これはセルビア人が国内の10%以上の人口を占め、彼らがクロアチア紛争のキーマンとまでなったクロアチアの場合と比べてみても大きな違いであると言える。ましてやボスニア・ヘルツェゴビナのように国内の諸民族のどれ一つとして、 過半数を得られなかったケースと比べてみれば、運命の差であると言える。民族的な均一性の高さは、スロベニア人として、国内世論をまとめ上げるのに、大きなアドバンテージとなった。戦争が始まってからも、国内の非主流派勢力である、セルビア人を中心とするユーゴスラビア軍は、積極的に支援されず、結果として戦闘が短期間で終わった要因とも、なっている。 1980年代になると、セルビアに、スロボダン・ミロシェビィッチが登場した。ミロシェビィッチは1974年に制定された、ユーゴスラビアを構成する、セルビア、クロアチア、スロベニア、マケドニア、ボスニア・ヘルセゴビナ、モンテネグロの6共和国とコソボ、ボイボディナの2つの自治州を等しく扱い、その自治を大幅に認める憲法を激しく求断した。 ミロシェヴィッチの主張は74年憲法はユーゴスラビアを解体するものであり、ベオグラードの連邦政府主導によってユーゴスラビアの結束を図らねばならないというものであった。ベオグラード主導ということはセルビア人主導という意味であり、ミロシェヴィッチはセルビア人のナショナリズムを先導したわけである。これに反発する形で、 セルビア人以外の民族に反セルビアという形でのナショナリズムの動きが現れた。この中でも特にこの傾向が強かったのは、クロアチア人、スロベニア人、そしてコスボのアルバニア人である。特にユーゴスラビア末期の1980年代以末には、コスボの分離傾向は抜き差しならない状態に陥っていた。この件に関しての詳細は、コスボ紛争の項目に譲るが、 これに後押しされる形で、クロアチア、スロベニアでも、ユーゴスラビアからの分離独立を目指す動きが活発になった。ヤンシャ事件このように、ユーゴスラビアの各民族の間で、ナショナリズムの流星が大きなムーブメントとなりつつあった1988年、スロベニアのナショナリズムを大きく先導する事件が起こった。これが、ヤンシャ事件である。経済の項で触れた通り、 スロベニアはユーゴスラビアの中でも最も西ヨーロッパに近い地域であった。そのため西側との経済交流が促進されたが、経済だけでなく政治的にも西側の影響を強く受けた。そのため、旧東欧では政治的に自由な発言をすることはタブーな地域がほとんどであったが、例外的にスロベニアでは自由な発言が許される風潮ができており、 やがて反体制的知識人が中心となった言論活動も展開されていった。この活動で発行されていたスロベニア青年、同盟機関誌ムラディーナ氏のジャーナリストであるヤネス・ヤンシャが逮捕された一連の事件をヤンシャ事件という。ヤンシャは掲載記事がユーゴスラビア軍の軍事機密を暴露しているとして、軍事機密漏洩罪で逮捕されたが、 ヤンシャが反セルビアの急戦法であったため、この逮捕自体がスロベニア人の反感を生んだ。しかも彼の裁判がスロベニア語ではなく、セルビア・クロアチア語で行われたことが一層の反感を招いた。この事件以降、スロベニアは一層反セルビア色を明確にしてゆくことになった。1八十九年、旧東欧の共産主義政党が連鎖反応的に倒壊すると、 その影響はユーゴスラビアにも波及した。1989年初頭スロベニア、クロアチアでは非ユーゴスラビア共産主義者同盟系の政党の設立が認められた。1990年には複数政党制による自由選挙の実施が決定した。スロベニアでは同年4月に複数政党制による自由選挙が実施され、 ユーゴスラビア共産主義者同盟系のスロベニア共産主義者同盟が大敗し、スロベニアナショナリズム色の強い中道右派連合が台頭した。この頃になると、ユーゴスラビアはもはや連邦王としての体を成しているとは言い難い状況になってきた。ユーゴスラビアを構成する各国が独自の思惑によって、ユーゴスラビアの将来像を語るようになってきたのである。 1990年10月、スロベニアは、クロアチアと共同で、国家連合モデルという、新しいユーゴスラビア像の提案を行った。この提案は、ユーゴスラビアをいわば、ミニ EC 化するもので、各国に主権を認め、経済分野や軍事分野に関しては、同じ方向性を決めていくというものだった。しかし、この提案は自由選挙でもユーゴスラビア共産主義者、 同盟系の政党が勝利したセルビアとモンテネグロによって退けられてしまう。この結果、スロベニアとクロアチアではユーゴスラビアからの分離独立は避けられないという流れが決定的となり、翌1991年6月25日、両国は同時に独立を宣言した。ユーゴスラビア連邦軍の進行経路6月25日、スロベニアがユーゴスラビアからの独立を宣言した。 この時点ではセルビアが主導するユーゴスラビア連邦軍がどのように出てくるかは不明だったが、スロベニア・クロアチア国境付近を中心として緊張が高まり、スロベニア地域防衛軍が展開された。スロベニア地域防衛軍は奇襲により連邦軍が管理する各地の国境検問所を奪取した。この事件が連邦軍が独立運動介入に及ぶ。 直接的な原因となった。六月二十六日、スロベニアで独立式典が行われた。ユーゴスラビア連邦軍も展開したが、この日は大規模な衝突にはならなかった。六月二十七日、ユーゴスラビア連邦軍が大規模な進攻を開始した。イタリア、オーストリア、クロアチアとスロベニアの国境付近、スロベニア国内の軍事基地周辺、空港などを中心として、 各地で戦闘が始まった。以降7月初頭まで各地で散発的に戦闘が行われた。しかし、クロアチアも同時に独立を宣言したことによって、スロベニアに国境を接しないセルビアから軍隊を派遣することは難しかった。また、スロベニアはユーゴスラビア連邦軍のライフラインを寸断する作戦に出たため補給が困難になった。スロベニア国内に ユーゴスラビア連邦軍に加担する動きが全く見られなかったこともスロベニアに有利に働いた。さらに情報戦によって独立しようとしているスロベニアに待ったをかけるセルビアが一方的に悪者とされたためヨーロッパから避難を浴びることを恐れたユーゴスラビアは7月2日になると一部の部隊の撤退を決定した。7月7日、ユーゴスラビア連邦共和国と スロベニア共和国の間で合意が成立し、ユーゴスラビア連邦軍はスロベニアから完全に撤退した。7月8日、スロベニア政府は勝利宣言をした。スロベニアはこの戦争に勝利によって独立を勝ち取り、念願の経済主権を手に入れた。スロベニアの経済は従来の市場であったユーゴスラビアを失ったことで、独立直後は一時的に落ち込んだが、西ヨーロッパに 積極的に進出することで大成長を遂げた。95年には先進国の目安とも言われる一人当たりの国内、総生産1万ドルを突破した。現在ではクロアチアやセルビアなどへのスロベニア資本の進出が活発化している。2004年には旧ユーゴスラビア構成国の先陣を切って EU に加盟した。 同時に加盟したチェコ、スロバキア、ハンガリー、ポーランドなどと比べても高い経済水準を維持しており、2007年1月1日にはユーロへの通貨統合が行われた。スロベニアはユーゴスラビアから分離独立した最初の国となった。クロアチアの独立は承認されなかったため戦闘が続いたが、それでも独立を認めた先例を作ったことは大きく、後に、 独立の動きが少なかった、ボスニア・ヘルツェゴビナやマケドニアでも、分離独立の傾向が強まる理由の一つになった。ありがとうございます。